はい、どうもこんにちは、国沢智彦と申します。ということで今回は、新リミテッドアルティメットご飯が登場したということで、今回はレジェンズのねアルティメットご飯を、一気に使って遊んでいこうと思います。まあ、まずはねこちらの初代アルハンですね。一応覚醒と、まあ、ユニフラもらえてますが、もう PVP で見たことありません。はい、で、まあ、一応こいつはまあたまにね今でも見かける、まあたまにというか全然見かけるキャラだね。変身ビースト、まあ、フェスティバルで登場したキャラですけど、未だに全然使われてますし、まあ、色相性的にもね、タグ的にも、新ご飯とかなり相性いいし、まあ、こいつは強いと。で、こいつは、まあ、もう本当に古いキャラだね。2周年後とか、そんぐらいだよね、登場したの。なんで、そんな覚えてる人いないと思いますが、一応、力の大会のね、変身アルティメットご飯になります。まあ、こいつがちょっと今回の一番足引っ張りそうなキャラですけど、まあ、なるべく赤紫は確定選出で、相手によって、まあ、緑のアルハンか青のアルハン出して遊んでいこうかなって思います。こいつはもう注目すべき点は変身後遠距離必殺が、まあ、ちょっと偉いかなぐらいですね。はい、ということでやっていこうと思います。よろしくお願いします。強大な敵。あれ、あなたまさかサイヤ人ですか。まあ、とりあえず遅い回避ストックで速圧か。おれ待って、どのアルハンだ俺。あ、緑か。わかりづら。さあ、で、緑のアルハンが呼んだ特殊で特化番号をしっかり積んでユニゲもチャージしていきますよと。そして特殊破棄されちゃったけど、まあいいや。いや、このビルス結構だるいんよね。怖い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 。通常通常。怖い怖い怖い。これ、バニゲ回復間に合わねえな。回避見て一つで OK。 図回避で射撃アンアーツ、テロイアーツ消化したら、やっぱなんかテロイからもう安牌にフラチェン通常とか行く方が怖いわ。なんかまあ別にいいんだけどさ、跳ねる人が多すぎて。この人アーツやったけど、あ、いいや。ぽいいいよ。いってえな、遠距離。はい、ありがとう。回避回避さして、オッケー、いいよ。こっちでいくか。ちょ、交代使いすぎかな。さあ、ユニギアとりあえず解放した。落とせるんじゃないワンちゃん。オッケー、何をやっている。さあ、それでか、これで確定反撃取りまして、究極でしばいていきましょい。こいつが強いだけの動画。まあ一応緑のアルハンの特集めっちゃ呼んできてるんだね。救出とか使いたいけどな、せっかくなら。あと待機風だるいな、っぱの。はい、はい、予約ね、センキュー。せっかくならこいつの究極とか。待って、アーマーあるんだっけこいつの究極って。ないよね多分。なんかなさそうじゃない見た目的に。死ねー。さあ、って面切っちゃおう。何何、究極で。さあ、とりあえず懐かしいんで見たい。遠距離オッケー。それかユニゲンまだ溜まってないんやけど。さあ、勝てんぜお前は。砕け散れこの手抜き、手抜き必殺。まだ通常 SP の6周年キャラの方が演出かっこいい。まーす。お、ボアするね。ラッキー。さあ、角換もろて特化番号ついてんの偉すぎ。さあ、これはビースト一回使わされるね。いいよ。よし、腹パンも出してずらして特殊切って、てかなんなら腹パン射撃でいいかこれ。死んじゃいました。やだやだやだ、ちょ怖いって。絶対持ってるわあのボタンを。
今度はできる。何をしとる、確定反撃くださってありがとうございます。ドドンパ打ちます。一回見せたいだけ。うん、ドドンパぽい。打撃引くんかい。射撃総裁跳ねる。うん、センキュー。さあ今アタックタイプなっておりますんで、補正外して、あ待って、必殺、いや、うん、ここまでいいや。必殺だったらちょっとだるいんで、そのままつなげ、多分落ちるっしょ。そんな補正も言うて乗ってないしね今。はい、最強威力弾も入ってないんでね。ちょい、こいつの、いやマジで余計なことした、意味ねえことした。かっこいいから見たいだけやけど、あの弾かれるんです。死にます。あ、見たかっただけなんや、みんなに見せたかっただけなんや、そんな怒らんでくれ。強すぎるあんた、待て、やばいやばい、あんた成長してるね彼。てか常時間続いてるから普通にやばい。なはい、確定反撃ありがとう。ちょっとお前、よし、ボスお願いしますでやんす。特殊持ってくる。ほい、かぶせるよ。はあ、にゃあ、ふっつったね、ふっつったね。じゃあ殺しも、え、おめえのただの呼吸音かよ。ちょっと待って、今ヒフって言わんかった。おお、伝説の伝説のムーブありがとうございます。あ、今フって言わんかった、身勝手の攻撃モーション中の声か、それとも幻聴か。何をしてんの、そしてお前は。おっと、なんかふり、いやー強すぎる。いや、速圧ですね。そうですか。おっと、ライ来い、ライ来い、ライ打って来い、ライ打って来い。これ状態強化消しからの救出でライジング消せるぞ。なんですかそれは、あなた。え、消すよそんなん。ワンパンよこんなん。攻撃タイプにならずとも。最強だほい。はい、予約おつまいよ。待って、あーでも。面切っちゃったのか。一応さ、この紫アルファンでも補正切りで、不滅貫通できるよって言おうと思ったけど、そうか、使っちゃったわ。うん、いいよ、別に。なんかおもろいことしたいな、雷雨。なんか特化番号だから雷雨ってくるとかやってこん？決死の一撃で。最後にちょっと一矢報いたいみたいな感じで、てか火力やべえな、今回体力上げてないからがめちゃめちゃもろく感じちゃうけど、うーん、ちょ、わかったお前がすごい、お前はすごい、ちょ、バダロットがすごい、お前が使うバダロット一番強いこの世で。だるすぎるんだけど、ちょっとアルハン出しちゃよかったわ。めんどくせえお前、じゃあ死ね早く。ぽい。でもめんどくさいでござんす。その神の木かっこいいね、めちゃくちゃ。めっちゃかっこいいね、いいね。どう俺のご飯パーティーは。同じぐらいかっこいいかな。頑張りましょうか。まあ、一匹おもちゃいるんであれなんですが。頑張りましょう。ウィルス様のところばっかり行けると、あ、そういう回とりあえず視察で、うんだよね、絶対あると思った。いや、あ、そうですか、いいですよ、じゃあ
いいよマリオかお前は。孫悟空、いやこれ強え、マジでめっちゃ止まるもんね、それされたら。さあアタックタイプになった。つまり補正切り振り向こう究極が最強ですよと。ワンパンでしょ。はい最強。ひらめ振り向こう込みだからね、今の相手の。ちょいちょい普通回避ぴょんぴょん丸。せっかくだからお前で倒しちゃおうかな。さすがに落とせるよね。やめた方がいいかな。いや、いける。お前ならいける。チャレンジ。チャレンジ。道を開いて振り向こうついてるからね。あ、でも落とせるわ、さすがに。まあ、ユニフラもらってるからね、一応。火力は最低限あるからね。で、メインも切っとくか。救出欲しいし、あと一回。あと一回というか、数増やしとくか。数増やして損ない。変わります。ちょちょ、頼んでくれ。ごめん、OK。さあ、これ 100% 回復で耐えられちゃうとかあるかな。いやー、変身、おーしおしおし、危ね危ね。お願いします。かぶせます。はあ、意外と入った。消化して、よしよしよし、ビルスやり過ごしたぞ。開発射撃は相殺しまして、オッケー。さあいいよ、これはこれはいいんじゃないですか。アルハンがぶっ刺さってるんじゃないですか。みんなアルハンですけど、はい。黄色はさすがに硬えな。いや、引けんか。どないしましょうかね、これ。いやー、どうしよっか、これ。さすがに。え、釣れた、マジか。変身します。はぁ。ドドンパぽい。意味な。どっか行ったんだけど、意外と入っとる。なんで出してきた。いやー、てか、ノーアツか、まだ。いや、なんも溜まっとらんやん。え、ここ即来ます。嘘です。ごめんなさい。危ね。いろいろ出てきた、なんか。これ勝ったら勝ちやん。これ勝ったら勝ちです。ありがとうございました、対戦。いや、てか、そもそもさ、究極いらんくね。だよね。いや、ビルス正直ね、まあ、なんか使ったけど、まあ、ぶっ壊れてはないと正直。OK。強いけどね、神の木って範囲特殊いっぱいおるから別に必須感ないんだよね。